KFC ユルディンゲンレーゴは、ドイツノルトベストファーレン州、クレイフェルトを本拠地とする、サッカークラブである。FC ユルディンゲンレーゴとして1905年11月17日に、設立され、1953年に、医薬品メーカーのバイエルが運営する、バイエル AG ユルディンゲンと合併し、FC バイエルディンゲンレーゴ・ユルディンゲンに解消した。クラブは1974から75シーズンに、 ブンデスリーが一部初昇格を果たし、1980年代中盤に入ると、クラブ市場でも最良の時間を過ごした。1983年に一部に再昇格すると1984から85シーズンの DFB ポカール決勝で、バイエル・ミュンヘンを2の位で下し現在までで、唯一のビッグタイトルを獲得、1985から86シーズンには、 リーグ戦で3位となる UEFA カップウィナーズカップでは、トルコのガラタサライ、東ドイツのディナモドレスデンなどを下し、ベスト4に進出。特に準々決勝のディナモドレスデン戦は、アウェーの第1戦を0から2で落とし、ホームの第2戦も前半終了時点で1から3とリードされる苦しい展開であったが、ここから6得点を奪い7から3と逆転劇を演じた。 準決勝では、スペインのアトレティコ・マドリードに敗退した。1990年代に入って成績が低迷すると1995年にはバイエルが財政状況の悪化から、サッカー部門から撤退し、KFC ゆる人間で後となった。1995から96シーズンを最後に一部から姿を消した。以降は株への降格が続き、2008年に持続的な財政問題から、 ドイツサッカー協会の制裁措置により、フェアバンツリーがニーダーラインに降格させられた。ありがとうございます。